ん？あ、なんかイベント始まった。え、おじさんくん、僕はイビリーさんを見てて人の心が少し分かったよ。お？あ、ノージーよくやったな。パパはお前が誇らしいぞ。え、これ、親父死んでない？亡霊みたいに出てきた。え、パパ。え、固く心を閉ざしていたお前も人の心を理解したようじゃ。え、もう学ぶ必要もないだろう。今度迎えをやる。ママも寂しがってるから早く帰ってこい。うん。え、明日も勉強だ。僕は寝るね。おやすみ。はあ。これで農事はいなくなってしまうのか。アダーが言ってた農事はいつの日か、お迎えが来るでしょうみたいなやつあったじゃん。で、BGM が変わったままだ。うん、これ、どうすればいいんだ？部屋から出ればいいのか。でも、今、ノージーの親父出てきたけどさ、ラブもらえてねえんだよ。まだなんか足りてないとかなのか。今ちょっと BGM 一瞬止まったような感じがして怖かったんだけど、一回部屋出てみるか。でもラブもらってないからさ、このまま寝るわけにはいかないと思うんだけど、 BGM は変わらない。とりあえず朝まで待つか。で、今日の今回のパートも飲み物を飲みながら、コーラを飲みながらやっていくぜ。あー、うまい。さて、朝になったぞ。なんか変わるか。え、なんも変わんねえ。さっきのイベントはさ、何きっかけで発生したんだ？別にこれといってなんかしたっていうわけでもないと思うんだけど、なんか農地とおじさん姿似てるよね。で、フラグが何なのかわかんないんだけどさ、曜日が関係してんのかな。火曜日の夜寝る直前に農地の部屋に行っておけばなんかイベントが発生するみたいなさ、そういう系のやつか。よくわからんが、まあこのままずっと農地のところを1週間ぐらい張り込み続けてればワンチャンなんかあるかもしんないけど、まあなんもないかもしんないし、一旦寝てみるか。寝たらなんか変わるかもしんない。寝る前にこのクラウンを王様に見せてみる。それはちっとばかし難しい質問じゃな。いや、王様なんだからさ、何かしら反応してくれてもいいのにって思ったんだけど、特に反応してくんねえな。あんまり意味のないアイテムなのかな、このクラウン。何かラブもらうのに必要なアイテムっていうわけではなさそうよね。お、あ、え、あ、来た。え、ノージ久しぶりだな、元気だったか。ノージの部屋に迎えに来るんじゃねえのか。いや、もう分からなさすぎてさ、何したらいいかちょっと分かんなくてぼーっとしてたっつうか、その金曜日だったらさ、あのイビリーが酒飲みに来るじゃん。で、酒飲みに来るときに、あの、ここ通るんかなみたいな風に思って待ってたんだけど、なんか想定外のことが起きて、ロムジーの親父が迎えに来た。パパ、それじゃ帰ろうか。うん。あ、来た。イビリーも来た。あ、ノージー、イビリーさん、僕は今日帰ります。イビリーさんも一緒に行きませんか。いや、イビリー城の門番の仕事あるだろ。残念だが遠慮しておくよ、ノージー。私には仕事がある。それフレットを起こさなければならんからな。そうですか。ノージーの親父あれだろ、背中のマントに父って書いてんな。そうですか。それじゃ僕は帰ります。さよなら、イビリーさん。
こんな感じで終わるんだ。っていうか、フラミンゴの像潰れて小さくなってない。さて、ワンなら酒場に行くのか。おおー、ラブゲッツ。めっちゃ時間かかった。踏み潰されて小さくなっちゃってんじゃん。これ元の大きさに戻んねえのか。いや、何時間かかった。もう4時間5時間ぐらいかかったかもしんない、これ発見すんのに。とりあえずセーブしよう。うい、戻ってきたぜ。ノージーの親父が乗ってたあの宇宙船みたいなやつ、よくわかんねえデザインだったよ、だったよな。なんか象みたいなさ、象があしらわれたような感じのデザインだったよね。まあ謎の宇宙船に乗って帰っていきましたと。ってことで、これで、あと、ノージャ故郷に帰ったのですね。あと3ラブ。これが、レディテクノとロボ町長のやつだよな。いやー、心折れそうだ。今ので、本当に時間かかったから。まあでも、どうにか、自力で見つけたいところだ。まだまだって言うけど、そんな3ラブ出す残り。そんないっぱい残ってねえだろ。つうことでやっていこう。ん？あれ？私がロボットだとでも言うの？こんなセリフって前に出てた？前出てなかったよな。何？ロボ町長とかと密会してセリフ出てたじゃん。ロボットの街にクラブは変だとかさ、次はレディと同じ新型がどうのこうのみたいなさ、でロボットの運命が儚いどうのこうの言ってたと思うんだけど、その会話を見た後だとレディに話しかけたらこういう風に出る。はい、いいえの選択肢が出てきやがった。じゃあはい選ぶか。あ、逃げられた。ロボットにこんな踊りができる？ロボットっぽい。ロボットだからそういう動きをしてる。おーおーおおおえ、ぶっ壊れ。え、やば、壊れちゃったよ。え、え、私どうしたのかしら。ああ、これもしかしてあれか、正しい選択肢を選び続けたら、その、ラブもらえるみたいなやつかな。今の選択肢で最初家選んでたらどうなってたのか分かんないんだけど、じゃあショートしたんだよ、ラブか。首を振って何？いや、 BGM ないの怖すぎるんだけど。私音楽と踊りが好きよ。うん、音楽流れ始めた。踊ってると頭の中が白くなって、体の奥からエネルギーが満ちてくるの。あの感じが好きでクラブにはよく行った。でもやっとわかったわ。ロボ町長、ロビー、リーマン、みんなチャージしないとバッテリー切れちゃってダサいと思ってたけど、私も同じね。私は踊りでチャージするタイプのロボットなんでしょ。そういうことなん？いや、わからん。あ、もう全部上選ぶか、とりあえず。ほら、これ。え、あ、ヘイガーバッジ。この例えテクノっぽくて気に入ってるんだけど、ヘイガーが作ったロボットってことか。掘った覚えがないのよ。何赤くなってるの？ちゃんとこっち来て見てよ。多分これ私を作った人のサインか何かなのよ。やっぱヘイガーが作った。てかこのテクノポリス自体ヘイガーが作ったとかなんじゃないの？また BGM 止まっちゃった。でも平気。私って気持ちの切り替えが早いの。っていうか、処理スピードが早いんだろうけど。だってくよくよしても始まらないでしょ。気持ちよく踊ってれば生きていけるんだもん。割と幸せかもね。あ、これもしかしてラブもらえたりしない？来た！しかも2ラブだ！
さようなら。あ、行っちゃった。今の選択肢は俺たまたま全部正しい選択肢を選べたのかな、全部上。まあもし違ってたとしたら、まあリセットしてやり直してたんだけど、うわー、ちょっと違う方の選択肢選んだらどういう風になってたかも見たかったような気はする。クラブに来てください。真ん中のエレベーターに乗ればすぐです。うん、いやまあそれはいいんだけど、とりあえずラブを今回収したんだからセーブをさせてほしい。っていうかテクノポリスなくなったりしないかな。なんかクラブがあるのが変だみたいな感じのことを言ってたじゃん、あのロボ上長が。だからもうレディテクノもいなくなったし、クラブも閉鎖して、もうこのテクノポリス自体なくすみたいなさ。あ、でもそれやったらあれか、ロケットを使って宇宙に行けなくなるから、それはないか。おい、どうなんだ兵が、お前テクノ作ったんじゃないのか。ちょっとなんか言ってみろよお前。そんなロボット乗ってないで。うん、何の用だ。さようなら。選択肢になかったってことで一回家に帰ってセーブだ。いや、あっけなかったな。ノージーというかノージーパパ回収すんのに4時間5時間ぐらいかかってたけどさ、今のレディテクノ回収すんの10分ぐらいだったぜ。まあ前にあれか、テクノポリス結構探索してたからな、それ考慮したらトータルで2時間3時間ぐらいはテクノポリスさまよってたのか。おじさんの集めたラブはレディに気づかせましたね。次のレベルまであと1ラブ。これもう確定だろ、ロボ町長で最後だろ。まだまだ世界にはラブ、いやたった一つのラブしかねえぜ。言うほど散らばってはいないと思うんだけどさ、あと1個でトゥルーエンドだ。これはもうやるしかねえな、自力で気づきたいところだ。え、いる？え、お前さよならとか言ってなかった？え、これからはロボットの時代よ。あー、なんかもう一生会えないみたいに思ってたんだけど、普通に会えるんだ。これ音楽鳴らしたりしても何も変わんないかな。別に部屋じゃ踊り出したりとかはしない。あー、いや結局日曜日だからさ、今リーマンとかも寝てるし、ロボ町長も充電してるから、まあ何もできないっていうかさ、まあだから日曜日に何かロボ町長のラブを回収するみたいなイベントは起きないと予測して、やっぱヒントに言ってた月水金が関係してんのかな。もうレディテクノのさ、ラブもらってラブもらったから、もうクラブ自体がなんだろうな、閉鎖するみたいな感じになったりしないのかな。その辺がどうなのか分かんないんだけど、それをやればクラブが閉鎖みたいになったらロボ町長のハートもらえるみたいなさ、ラブをもらえるみたいな、そんな感じのことが起こるんじゃないか説信じてやっていくしかないよな。とりあえず戻ろう。これエントランスを押せばすぐに000で元の場所に戻れる。なるほど、充電をクラブで。これセリフ変わってんな。まあ、月曜日の夜を迎えたわけなんだけどさ、月水金だっけ、月水金ビップルームで話してる、ロボ町長とリーマンビップルームで話してるってやつ。これってでもセリフ変わってるってことは、レディテクノのイベントを終えた後、ラブを回収した後に、ラブを回収したことでフラグが立ったみたいな感じかな。なるほど、充電クラブで楽しく踊りながらですか。そのためのクラブだったんですね。博士の考えそうなことだな。ヘイガーだよね、これやっぱり。あの腕に入れ墨みたいなさ、タトゥーみたいな感じでヘイガーの紋章みたいなのを彫ってあったからね。レディーがあんなに踊り好きな理由がやっとわかったぞ。これですっきりしたな。え？あ、なんか、いともたやすく
いともたやすくラブをゲットしてしまったんだが。はあ、じゃあこれでもう全ラブ回収か。ああ来た。ああロボットの時代よ。相変わらずセリフ変わんねえんだな。いやあっさりいけちゃったな。あっけなさすぎたな。アブドゥルの最後みたいな感じであっけなかったわ。んでこれアナーに話しかけたらどうなんの。もうラブを発見できないんじゃないの。払うけどさ、でもこれ払い損だよね。ラブ発見。え、まだあんの。よく見たらもうラブが見当たらない。こういうセリフになるんだ。33年間をお返しします。あ、良心的だ。めちゃくちゃ良心的な商売してんなこいつ。こいつ見るのもこれで最後か。おじさんの集めたラブはロボ町長のラブですね。え、おめでとう。これどういうレベルになるの。 おじさんのラブ。おじさんは全てのラブを集めました。おじさんのラブはマックスラブ、ラブレベル30、愛のビッグバン。おー、もうあなたが地上で集めるラブはありません。さあこちらの世界へ来ておくれおじさん。そして光の扉を開けておくれ。あの開けられなかった扉、キルアの家にあった扉みたいな、あのすごい重い扉をこれで開けれるようになったわけだ。オープンザドアだ。今度こそ行けるでしょう。でついに扉を開けてくれるんですねおじさん。ここまでの流れは全くもって変化してなかったから全カットしたと思う。で扉を開くことができるのはラブに満ちた透明の少年おじさんだけなのですよ。今はもうなんて言ったって愛のビッグバンなんだからな、いけるだろう。このムツジロウも最初ここにおじさんが来た時に、つまりおじさんのラブは愛のビッグバンっていうことなのみたいな感じのセリフ言ってたからいけるはず。これラブ集めても結局扉開かないみたいな未来だったらマジで終わるぜ、頑張れおじさん。フレフレおじさん、この辺も変わらないんだな。あれ、いやいけるでしょ。あれれ、うん、どうしたどうした。ああ、まだ押さなきゃいけない。え、どうしたというの。もしかして扉が開かないというの。いや開くよな、もうラブコンプリートしたんだぜ。あわわわわわ、ご主人様大変でございます。おじさんが扉を開けません。これはちょっとまずい話でございますよ。え、開けれるもんなんじゃないのか。いやフローラの生き様とかそういうのはいいんだけどさ。え、これまたあれか、勇者にギガスラッシュみたいの使われて全員くたわっちまうのか。これ先にお城に行く前にこっち行ったらどうなんの。てかそもそもさ、一番最初に来た時にさ、あのセーブの時に現れる人いるじゃん。あの人がさ、ようこそムーンワールドへとかって言ってたからさ、要はそのおじさんが生活してた星がもう月みたいなもんだよね、ムーンワールドとかって言ってたんだから。それなのに最終的にロケット飛ばして月みたいなところに来てるけど、ちょっとその辺ようわからんよな。はい、でもう一回月のお城に来たわけだが、え、これ何、愛のビッグバンになっても変わらんの。え、結局エンディングはイエスを選んだらエンドになっちゃって、ノーを選べばエンディング画面を見ることができるみたいな、そういうことなん。いや扉を開けるには早すぎたのだって言われてもよ。え、十分集めたんじゃねえのか。え、未来がやばい方向へ流れていくのでございます。え、これ何、ラブを全部回収した状態でなおかつ今の扉の
開けるイベントで何か別の行動をしないとダメだったってことなんか。で、そうだ、最初勇者が出てくる前に、まあ、吉田が来るんだよな。てか吉田も乗ってたんなら乗ってたでよ、すぐに出てくればよかったのにって思うんだけど。いや、なんだったらさ、あ、これ何、別の宇宙船ってことか。吉田と同じ宇宙船、いや、おじさんが乗ってた宇宙船に吉田も乗ってて、で、なおかつこの勇者も実は同席してたみたいな。あ、死んじゃってるもんな。え、わ、何やあんた、え、何すんねん。熱々言ってんだ。え、でもモンスターたちさ、集めたモンスターたち石板になってなくない？石板っていうか、あ、なっちゃってる、ダメだ。じゃあ何、どっちもバッドエンドなのか。ここまでやっておいてバッドエンドなん？愛のビッグバンは愛のビッグバンで、いや、なんかあるよな、さすがに。いや、ここまでは全部変わらなくて、最後のイエス・ノーの選択肢で何か変わるとか、そういうことか。こういうことだったのですね。こういうことだったのか。透明な少年の物語が終わるとき、勇者の物語も結末を迎えるということか。ああ、記される未来を読み取り、透明な少年に助けを求めるという行動さえも、すでに決まった道をたどっているに過ぎなかったということ。遅すぎた、遅すぎました。変わってねえもんな。ああ、でも、そうだ、吉田がまたこっち来るんだけど、吉田も殺されちゃうんだよな。これもしかして、その最後このドラゴンとおばさん石板になるじゃん。その石板に刻まれてるやつが暗号みたいになってて、それがさっきのおじさんの開けられなかった扉を開く鍵になってるみたいなさ、そういうこと？石板になるよな、その このカップル。ドラゴンと人間の頭を持つカップル。頭にあれだよな、ソフトクリームは頭にぶつけられたみたいな感じのものかぶってるよね、こいつ。はい、で、この記された絵、いや、関係ないか。勇者が明らかに暴れましたみたいな感じの絵だよな。愛のビッグバン、愛のビッグバンになったんだぞ。これが勇者と竜の物語の結末。ああ、これで全ての物語が終わったというのか。基盤に知らされたもう一人のおじさんの物語はまだ終わっていない。レベルで表せないほどのラブを持っているんなら、レベルでは表せないほどのラブって、おじさん今、あ、何？レベル30の愛のビッグバンっていう、一応言葉で表せることができるからダメってこと？お前の目の前に扉が現れた時、お前自身のラブで、ラブで扉を開ける。俺丸ボタンしか押してなかったけど、他のボタンでなんかすればさ、またコラーと怒られてるけど、なんか やれたのかな、さっきの。テレビゲームなんてやめて。丸ボタンで扉を押すじゃなくてさ、いやでも他になんかラブを使うみたいな行動ないよな。うわー、これまたイエスとも出てくんのかな。うわー、出てきちゃうのか。ちょっと脳を選ばせてくれ。脳を選んでも最後みんな月みたいな場所で扉を開けるみたいな感じのシーン流れるよな。なんか光が差してるようなシーンになってさ、
なんかみんなが徐々に一人ずつキャラクターが増えていって、まばゆい画面みたいな風になった画面あると思うんだけど、その扉、そのシーンがちょっと変わるみたいな、そういうことか。だからここまでは別になんというか完全にラブをフルコンプしててもしてなくても変わんなくて、最後のエンディングのシーンでだけ愛のビッグバンになってたら変わるよみたいなさ。そうそう、このシーン、このシーン、おつさん今愛のビッグバンだぜ。今ノーを選んだらちょっと変わる？変わってないのかな。吉田、ベイカー、これ全員がガマカツとか、まあ人がこう集まるじゃん。王様フローレンス、大臣ヘイガー、ガセフローラ、ワンダアダー、フクロウ、キュリオとかいなくない？エコ三兄弟もいないよね。あとバーンもいないか。さあ愛のビッグバンだけど、ん？これ何？ボタン押すのか？画面フリーズしてない？あ、エンド？ん？変わらんのか。え、今じゃコンティニューでイエス、え、またこれクリスの歌が流れちゃうじゃん。エンディングのシーンが変わってねえんだよ。え、どういうことだ。さっきの選択肢でイエス選んだら変わってたんか。ちょっととりあえずおとなしくエンディング最後まで見るわ。なんか変わってるところあるかもしんないし、うん、やっぱエンディングの映像ちょっと変わってるよね。このムーンの写真が真ん中にあるからやっぱ違ってるわ。はい、でサンクスフォープレーンが出てきてしまった。今のムーンの写真だけでなくて他の写真とかもやっぱ位置、うん、違ってるね。で結局何だったんだ。さっきの選択肢でやっぱイエス選ばなきゃダメだったのか、それとも扉の前でなんかすればよかったのか、ちょっとその辺謎だよね。いや、このサンクスフォープレイングの画面でしばらく待ってれば、愛は集まりましたかとか、また今度とか、早く電源切りなさいみたいな画面になると思うんだけど、そこの画面にもしかしたら変化があるかもしれないよね。で、その愛は集まりましたかの愛、あのラブの絵文字みたいのが出てたと思うんだけど、その絵文字がちょっと欠けてたんだよな、前にラブレベル28とか29の時は。で、それがラブレベル30になったことで、その愛は見つかりましたかのハートの形が、まあ、完全な形になってれば、まあちょっと、まあエンディングに変化があったなみたいに、なんつうんだろうな、達成感みたいのあるんだろうけど、まあそうじゃなかったら、もう、わからんよね。いや、一応残された可能性っていうのも、いやでもちょっとこれあれだな。またやり直すとしても、まあ要はテクノポリスでロケット飛ばして、まあムーンに着くじゃん、月に着いて、まあそっから扉を開けるイベントを見たりとか、まあ、コンティニューのイエスノーの画面見るまでってなるとすげえ時間がかかるから、さすがにちょっとこれはもうラブも全部
回収してしまったことだし、攻略をついに解禁するか、いやついに解禁するかって言っても、もうすでにガマカツのさ、ガマカツのラブを回収するときのやり方わかんなくて、まあ、実況動画そのまま撮ってる最中、まあ、尺の都合上とか考えてて、まあ、そこだけはちょっと見ちゃったんだよな。まあ、ガマカツに関してはそもそも撮り方が分かってる状態で、その釣りがうまくできないみたいな、うまく5匹以上釣り上げることができなくてさ、あで愛は見つかりましたかの画面変わったけど、ハートが欠けたままだ。だからこれは愛のビッグバンになっていてもいなくてもこの形は変わんないんだ。だからもっとラブレベル低い状態でエンディング迎えてたとしても、この上の部分が微妙に欠けたハートが現れるっていうことで変わりはないんだな。まあで、あとガマカツのやつはまあしゃあないよね。まあ、ハート取る方法は分かってたけど、それまでのプロセスとして、なんか魚の歌、魚の歌というかゴミが釣れなくなる歌プラスキリキリソテーのドーピングでやりきったっていう部分、まあそこぐらいかネタバレとして見てしまったのは。ただもう残りの愛のビッグバンでのトゥルーエンド、いやもう果たしてもう実はエンディングが変わんないっていうオチなのかもしんないな。ラブを30集めてもただの自己満足、まあ、あの人が愛のビッグバンですみたいなさ、あのセーブおばさんが愛のビッグバンですよって言ってくれるだけで、もうそのねぎらいの言葉しかなくて、あとはもうさっきちらっと見てたけど、アダーにラブのヒントを聞いても、もうラブが見つかりません、33年から返金しますっていう、あのセリフを見ることぐらいしか実はもうメリットっていうか残されたおまけ的な要素がないっていう、そういう可能性も否定できないよね。いや何だったんだ、いやムーンって結局アンチ RPG な部分があるから、エンディングもエンディングで結局これが正しいのかもしんないよな。またいつかどっかで、まあ、30個集めてようが集めてなかろうが、コンティニューでイエスノーの画面でノーを選んだらエンディングの画面迎えて、イエスだったらバッドエンドでそのまま終わるみたいなさ。だから多分さっきの選択肢でイエス選んで、イエス選んでたらそのまま画面の右下にエンドって出て、あのテレビの画面で終わってたんじゃないか説を俺は推したい。まあワンチャン可能性があるんだったらやっぱあれだな、愛の力で扉を開くんですとかって言ってたから、いやまだ攻略見ずに、もし一個試したいのであれば愛の力で扉を開くっていうのを試すか、それこそおじさんはあの扉に対して何回もその叩いたりとか押したりとかしてたけど、実はあれは何もしないでただ扉の前に立ち続ける、まあ恥ずかしいわと同じだよね。恥ずかしいわと同じ理論で、あの扉の前に立ち続けて何もボタンを押さない、扉に触れることすらしないっていうのをやれば、そうすればまあゲームなんかやめて早く電源切りなさいの画面になっちゃってるけどさ、まあそうすれば扉開いた説、ちょっとこれにかけてみるか。さあさあ扉の前にお立ちくださいませ。でここでそれでは扉開けてくださいおじさんって言われてるけど何もしない。いやこれ一体でもボタン押して大丈夫なんかな、これボタン押したらもう動作始まるのか、それともこの扉開けてくださいおじさんの文字が消えるだけなのか、そこが分かんないから、とりあえずこの状態で10分ぐらい待つか。とりあえずこの状態で10分間待ったんだけど何も起きなかった。1回だけ丸ボタン押すか、これでもうおじさんが扉に触れちゃったらアウトだよな。今のムツシロウのセリフが消えるだけだったらセーフな気もするんだけど、1回押してみる。あ、こっから扉を押すムーブが始まるってことか。うわ、じゃあ今の10分完全に無駄にしてたってことか。
いや、そもそもこの状態で待って10分待てば、まあ、10分ぐらい待てば何かしらイベント起きるっていうのも分かんないんだけどさ、まあ、とりあえず待ってみて何も起きなければ攻略見るわ。何も起きねえ。10分待ったけど何も起きねえし、攻略見たらもうこれ何もないっぽいわ。そのうん、まあ、頑張れおじさん言ってんだけどさ、まあ、ラブレベルがいくつであったとしてもこの状態で扉が開くっていうのはなくて、あれエンディングのさ、なんかコンティニュー画面のイエスノーあるじゃん、イエスノーのノーを選んだら主人公がさ、テレビの前からちょっと移動して扉開けるじゃん、部屋の、自分の部屋の扉で、その後扉が、家の扉が何枚か、あーと、これを調べたいんじゃないで、家の扉が何枚か開いて最終的にこの月の扉みたいな場所に出てきてさ、吉田とかさ、まあ、このムーンワールドにいるキャラクターがみんな出てきて、まあ、扉が開くみたいな感じでエンディング始まるじゃん。だから結局その月の扉はこのシーンでは開けることはできなくて、このドラゴンとかが勇者にぶち殺された後に、まあ、コンティニュー画面で脳を選んだら初めて開くみたいな、そういう仕様っぽくて、まあ要は、うん、まあ自己満なんだよな。ラブレベル、まあ最高にしようが低いレベルでクリアしようが、コンティニューの選択でノーを選べばエンディング迎えられるし、イエスを選んだらなんかバッドエンドみたいな感じで終わるみたいな、まあそういう感じみたいね。まあちょっとネタバレ的な感じ、まあなるんだけどさ、まあもう最終パートだからもうネタバレもクソもねえかなって感じなんだけどさ、一番最初のオープニングの画面で文字がすごい早く流れてたシーンあったと思うんだけど、小さい文字、細かい文字、あそこにもなんか幻の夢って書いて、ゲームから早く目覚めようみたいな感じのセリフがあるんだけどさ、まあ要はゲームっていうのはゲームをもじってるものだと思うんだけど、まあ要はゲームなんかやめて早く電源切りなさいみたいに出るじゃん、まあ、つまりそういうことなんだよな。もうゲームをやめろみたいな感じの、まあアンチ RPG っていうかゲームそのものを否定する感じのゲームであってさ、ムーンっていうのは。でオープニングのさ、オープニングじゃない、エンディングの Thanks for playing っていうのが一番最後の画面に出ると思うんだけど、あの画面に出る直前になんかムーンが発売日どうのこうのみたいな写真が表示されるんだけど、その写真でもムーンの発売は中止になりましたみたいな感じの、まあ、ゲームを否定するような感じの写真とかが出てて、まあ結局誰一人としてまあ救われないみたいな感じなんだよな、このムーンの世界観。まあ結局はそのゲームをそもそもやらなければこの勇者がこの月を破壊するみたいな、今起きてるイベントっていうのも結局このムーンのゲームをプレイしてるから起きてしまうのであって、そもそもプレイ しなければこいつらはまあ救われるみたいな感じなんだよな。まあ最後のイエスノーのコンティニューイエスノーのノーを選んで、まあ全員が月の扉の前に立って扉が開いてさ、画面真っ白くなってエンディング始まるじゃん。まああれもあれでムーンの世界からまあゲームをやめたことによって、コンティニューでノーを選んだことによって、まあムーンの住人たちが救われて、まあ、人間の世界に移動することができましたよっていう、人間の世界への扉が開きましたよっていう、まあ、そういうのを表してるみたいよね。まあだからこの石板とかもゲームをプレイしちゃってるせいで
まあ、こういう風になってるから、まあ、ゲームをやめなさいよっていう、まあ、そういう感じのオチでしたみたいな、まあ、そんな感じだな、うん、で扉を開けて言われてるけど、まあ、言われてるからこそ扉を開けるためにノーを選べという、まあ、そういうことなんだろうな。はい、でお母さんに注意されましたと。テレビゲームなんてやめて早く寝なさい。でせっかくだから今度はイエス選んでみるか。まあイエス選んでも結局変わんないんだけどね。はい、でイエスを選びますと。イエスを選んだの実況ではこれで2回目かな。まあラブレベル最大愛のビッグバンになってたとしても、あれこんな音流れてたっけ、全然覚えてないや。多分変わってないはずなんだけど、はい、エンドが出て、まあ、主人公がまたゲームの世界の中に入ってしまって、この悪しきムーンのストーリーが進んでしまうよみたいな、そういうオチでバッドエンドで終わるって感じだね。愛のビッグマンになってようがなってまいが。ということで長くなってしまったけれども、まあムーンのネタバレも含めての、まあ、最終回の動画っていうことで、いや長かったなムーン。パート40ぐらいのなかなかの長めの作品だったっつうことで、まあアンチャー RPG やったから次の作品は RPG やっていこうかね。ってことで終えるぜ。次回作に続く。